よし、さあこれから高田の方へ帰ってみます。いや、さすがにね、高知城を登って降りてきたら足がガクブルです。もう明日筋肉痛になるんじゃないかなと思うんですけども、足ガクブル。一応また大手門のところから始めようかなと思います。うひょーと足がねガクブルですよ、本当にやばい。で、もう自転車もこげない。よし、あ、そっか、もうここだったんで、こっから行こう。じゃあこっから高田へ帰ります。帰るだけの動画です。ようこそーと、よいしょーと。なんでね、結構風がね涼しいですね。風が涼しくって気持ちいいです。いや、結構 T シャツでちょうどぐらいですね。今が12時半、高田に帰ってちょうどお腹がするぐらいじゃないかなと思います。よいしょ、どっちから行こうかな、こっちから行こうか。こっち行って、いや、さすがにね、高田に住み始めてからはですね、自転車で、あ、自転車も来てたか、自転車でも来てたね、そういえば。自転車でも来てたんだ。嫁さんとはこんなんかな、さすがに嫁さんと自転車で高田から高知内まで来るっていうようなことはしなくなったけどね、一人で来ることよく来てましたよ。結構市街地だからノイジーじゃないかなと思うんですけども、できるだけ車の走ってない道に撮ろうか。鏡川沿いを走ろう。今月はまたねこっちの方へ来る用事があるので、またその時にね余裕があれば撮影したいなと思うんですけどね。よいしょーと。バッテリーを持ってくれ。バッテリーがあと2個ぐらいしかないですね。さすがに1時間2時間ぐらい 4K 動画を撮るとバッテリーがへたってきますね。さすが 4K。4K ってなんかいろいろあるのかな、なんかウルトラ HD3820×2000 なんぼでウルトラ HD とかね書かれてますよね。あれが結局 4K のことなのかな。なんか 4K の3対2の画角とかあるからね、なんだっけ、16対9が一般的なのかな。3対2になったらもっと画像量がいるのかな、ビットレートが高くなるのかな、あれで解像度が、あ、そっか、解像度が高くなるのか、純粋にねこの画面の角度がね。あ、運動会してる。あ、運動会やってる。聖母幼稚園、あ、そっか、キリスト教の方々たちでしょうかね。こんな感じで公園使ってね、やるんですね。いいね。頑張ってね。うわー、なんか風が寒いね。なんか秋風になったね。あー、そっか、そういうことか。秋冬はあれだね、風が強くなってきますね。秋風やら北風やらがね、やっぱり強くなってくるので、やっぱり風対策、大丈夫かな、撮影できるのかな。撮影、本当に田舎のあの川沿いの道ですよね、あの道ね、すごいですよ、風がね、東から西に向けて、西から東か、西風が川風というかね、すごくて、行きはいいと思うんですけど、帰りが、向かい風やばいんじゃないかな、これから冬にかけて。どうしようかな。行きはこれバイノーラルで撮って、で帰りはこのボディマイクかもうピンマイクしかないですよね、そうなってくると。しょうがないですよね、それはね。ピンマイクで帰るかですね。それかもう帰りはなしか。だって5時半に終わって仕事が、で着替えて下に川に降りるぐらいの時間になると5時50分ぐらいでしょ。そうなってくるともう日が落ちてしもて撮影できるのかもしれんけどね、まあ、朝方だけなのかもしれない、撮れるのは。すごい見えますか。よいしょ、よっしょ。鏡側がかなり増水してますね。何年か前にこの鏡側がこう水位が上がって、堤防を越えて水害があったみたいですけどね、何年か前に。職員の人がね、この川沿いの駐車場に止めてて、その洪水があったその日に多分大丈夫だろうと思って帰ってきたら、自分の車がプカプカ浮いてたっていうらしいから。川沿いの駐車場危ないですね。大丈夫だったんでしょうかね、昨日は。風やばいね、これ。お聞き苦しいところをご了承くださいませ。もうこれね、しょうがないですね。宿命ですね、これは。川沿いって本当に、川が風が強くてね。特に今日なんかは非常に強い風が、常に吹いている状態ですね。こんな感じでね、結構ね、こうだから市内までやったらね、自転車で結構来れるんですよね、シュッとね。それにやっぱり実際のお店に足を運ぶっていうのは、欲しいものを探して歩くにはちょっと無駄足になりやすいんですけどね、なかなか商品置いてないんですけど、まあ、たまにお店なんか入っていくと、まあ、なんていうのかな、あれ。いいものあるみたいな感じでね、お宝というか、まあ、普段選ばんようなものでも実際手に取ってみたらいいものがあったりして、その出会いがあるので、まあ、やっぱり、半年に1回ぐらいお店に行っても、ね、服屋さん行って、見るだけでも自分のいい、まあ、アンテナというかですね、いい刺激になるんじゃないかなと今日思いましたね。ネットショッピングだけじゃダメだっていうことですね。自分の足で歩いて、手に取って、目で見て、それで得られることがたくさんあるんでしょうね。そんなんで、ね、そろそろこういろいろ行楽シーズンというか、外に出やすい時期にはなってきましたね。そうね、風対策ね。ピンマイクレコーダーが欲しいな。でかいのよね、とにかくこの DR-05 がね。なのででかいのでふう。なんか鳴ってるぜ、あれサイレン鳴ってる。あ、そういえばさっきのね鏡川沿いで思い出しますけど、毎回は鏡川沿いを通るときに思い出すのが、2011年3月11日ね、東日本大震災の時に僕職場でもらったバレンタインのねチョコのお返しをね買いに大丸まで散歩しながら歩いて、お返しを買いに行ったんですよね。でそのお菓子チョコじゃないよ、そのバレンタインのお返しを買って、手荷物持ってぶらぶら歩いて帰ってる時に大震災が起きて、嫁さんから電話かかってきて「大丈夫、海サーフィン行ってない、なんかすごいことになってるよ」って言われて、携帯のガラケーだったんでね、携帯のワンセグ見たら津波の映像がバーッと流れてきて、うわーってなって、ほんで鏡川沿い歩いてたら警察とかねパトカーがね結構うろうろし始めてね、その川の周りを。で高校生たちも市営の球場から出てきて川見てるんですよね。あれやっぱり川の津波が遡上するがをこう見よったんでしょうね、みんなね。もうどうしたんやという感じで、いまだに亀川のそばを歩くことですね、まあ、その当時のことを思い出したりはするわけですけどもね、ちょうどそんなんでしたよ、その当時は。比較的道が、ね、なんていうの、空いてるというかね、土佐道路の一本こっち側ですね。道沿いはやっぱ車うるさいんでこっちが走りますけども、風がすごいね、もう向かい風ばっちり、追い風にはならんろうね。そうこうしよったらこっちの方へ今日の目標のハングリーベアが見えてくると思います。ここのハンバーグがね結構ねすごくて、肉汁バッチリなんですよね。肉汁バッチリ、フライパンにハンバーグ乗ってもうジュージュー言うてね出てくるんですよね。肉汁が飛び散りながら出てくるんで、綺麗な服を着ていくと痛い目にありますので、汚れてもいい格好で行ってください。よいしょ。ほんで飯食って、その後、いつもうろちろしてた高田の風景を撮って、それで帰ろうかなと思います。よいしょ。よいしょ。よっしゃー、皆さん肉食ってますかね。肉食ってますかね。昔ねタバコ吸ってたんでね、ここのタバコ屋さんでよくタバコ買ってましたね。もうやってんのかな。アメリカンスピリッツ置いてるんですよ、ここね。その当時はコンビニ売ってなくてね、ここでアメリカンスピリッツ、この黄色を買って、これかあれゴールドじゃこっちやったね。ライトうまかったな、これうまいですよ、アメリカンスピリッツ。タバコの葉っぱがぎっしり詰まってるんですよ。みんなもこれすごいね、超レアやね。ここのね、なんてとこやったかな、ここ。レアなタバコ結構置いてますよ。ガラムもあるしね。もう、今や、僕もタバコやめたんで、なくてもよくなりましたけどね、昔は吸ってましたね。アメリカンスピリッツうまかったな。甘いんですよね、煙がね。アメリカンスピリッツっていう割には米の味がするんですよね。米日本の米のね、もぐもぐ噛んでそのでんぷんが糖に変わる瞬間の甘みに似てますよね。なんでしたけどね、ジッポにもこだわってね、ジッポ買ってね、吸ってたな。でアメスピ買うとカンカンくれるんですね、あそこで買うと。でカンカンにねタバコ入れてね、アメスピ用のカンカンのケースがあるんで、あれ欲しくてアメスピよく買いに行ってました、カートンをね。アメスピはなんかいいですよ、あれ。景品が結構豪華でね、毛布とかもくれたよ、お坊ちゃん。あれ膝掛け毛布みたいなのもくれたしな、なんか袋みたいなものもくれたし、ね、結構気前良かったな、スペインで。灰皿もくれたよ、木の灰皿。結構使えるやつだったけど。あずちゃんがこの辺だったらしいね、家がね。ここやったら徒歩1分っつってたよね。あ、この辺やったんやろね、きっと。この辺りに住んでたんだね、きっと。ゆうちゃんがこの辺もね、よく散歩に来てました。仕事終わってね、子供寝かしつけて9時ぐらいからね、1時間半ぐらいねぐるぐる歩いてましたよ。まだこの辺は暗くてね、夜とか結構真っ暗になって気持ち悪かったですけどね、この辺は。今でもちょっと街灯少なめなんで暗いですけどね。暑いわ。しかし風は涼しいんだけどね。暑い。で、よいしょ、よいしょ、無理、無理、よいしょ、よいしょ、あ、だからだんだんね、これから涼しくなっていくんでしょうね。早くね、涼しくなってくれたらね、散歩 YouTuber としてはですね、早く涼しくなってもらいたいな。もう1日3枚ぐらい G シャツ使ってきたらね、もう嫌になれたもんね。よいしょ、よいしょ、よいしょ。いや、地味にね高知城が効いたね。足がなんかもうパンパンになってる、はあ、筋肉痛やした。意外に遊べるもんやね。ちょっとしか行けないだろうとか思ってたんやけど、結構行けるね。到着、ハングリーベア。到着。チャリンコはどこ止めたらいいのかな。よいしょ。ハングリーベア何年ぶりかな、これは。それこそ5、6年ぶりですね。ハングリーベア。よいしょ。よいしょ。よいしょ。よし、このところで一旦止めます。よいしょ。